前回のトラブルの時に、原因不明って銀行側がもう言ってんだよね。三穂ってなわけ三和と富士と第一関係三つが合併して、無理やりなんかシステム的に統合させて、どれか一つにするんじゃなくて、三つとも動くようにしたっていうので、うん、無理やり動かせるっていうのにして、 なので、あの、誰も責任が取れないままずっと20年間起きていて、なんかトラブルがあっても何が原因だかわからないっていうのをずっとやり続けてるっていう、本当アホだよね。ただ、その状態で20年維持してるのはすごいけどね。まあまあ、トラブルが起きるのを維持してるというのであれば。逆になんか分かんない状態で何して戻してんだろうね。どうやって。あか動く状態まで戻すんじゃないあ、ロールバックさせるのバッジがなんか原因だったとかで、そのじゃあバッジをひたすら時間をずらして、 徐々にやろうみたいな、なんかそんなの前回、なんかトラブル対象でやってたみたいなの見た、三菱 UFJ とかはさ、三菱グループが強いからさ、その UFJ に、お前ら俺のシステム使えやって言って終わるじゃん。っていう、なんかどっかトップを取れるところがリーダーシップ持てればうまくいくんだけど、合意でシステムは決めまあそうだよね。まあだから俺がだからみずほさんにアドバイスするとしたら、その今預かってる預金を全部だから UFJ に預けれんじゃない <laughs> 三菱 UFG にね <laughs> だいたい同じサービスやってんじゃん <laughs> そうだねだいたい同じ利率も大して変わらないからね変わんない人から自分たちで預からないっていうね <laughs> そうそうそう,そう <laughs>